直接シズイナ先制裏を狙っていきます。シズイナ追いついた。シズイナ収まったフリーだ。どうだ、相手もできた。スルーパスシュこの時間はジェノア対チェゼーナ、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この選手は今日が移籍後初のスターティングメンバー入りということになるんですが、北澤さんはどうご覧になってますか？そうですね、監督はどういった意図で今日スタメンに選んだのか、うん、もちろんどれくらいやれるのかということもありますし、うん、まあ、与えられた役割を全うできるかどうかですよね、うん、まあ、実はその先が第一で、チーム全体にどういったプレーを望まれているのか、うん、まあ、そのために自分はピッチ上で何ができるのか、うん、どう動けばいいのか、まあ、そういったところを汲み取ってアピールしていかなければいけないですよね。あ、その争点にはかなりのプレッシャーがかかります。北澤さん、 3-5-2 のシステムでチームはこう来ているようなんですが、はい、これボランチはどう見ればいいんでしょうか？ボランチはかなりカバーリングとしては必要になりますよね、うん、まあ、サイドがどうしても上がっていくので、サイドのオープンになったスペースをカバーしなければいけない、うん、でなおかつ3バックのパラレルだとこのスペースに戻らなければいけないということがあるので、穴を埋めたりとかスペースを埋めたりとかっていう役割が増えてくるので、かなり活用度が多くなりますよね。かなり負担と、そして戦術が、そうですね、はい、まあ、状況を見極められないとこのポジションはできないと思いますからね、うん、このボランチがかなり守備のところでは大きな役割になってくると思いますけどね、はい、前半ゲームはスタートしています。ジェノア対チェゼーナ、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかのトーナメントです。クリスチャン・クワメ、マルコ・パヤッチ、抜けてくる、ここはクロ、アウトまで来た。いや、惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。チェゼーナ絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。縦へのボール、ここでのパスは危ない。阿部、今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか？まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですからね。長いボール縦へ、前半16分です。チェゼーナ、この前半まだシュートが打てていません。ジェノアとしては先ほどから前線の選手が積極的に下がってきますよね。そうですか、ここまで下がってくるのはどういう意図、狙いがあるんでしょうか？まずこの下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね、うん、そうするとそこにスペースができるので、はい、味方選手が飛び込んでくるという形ですよね。なるほど、そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースができますよね。そうなんですよね、そこに別の選手が走っていってもいいですし、うん、柔軟にビルドアップもできますからね。はい、ジャスルダイン、さあカウンタースピードを上げたいところ、これ仕掛けるか、サイドを縦に走らせます。おお、これいいですよ。さあ中はいる、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。
長いボールを送ります。さあ左へ預けて、これはつながりません。仕掛けるか。さあどこに出してくる、どうする、素晴らしいパス、どうだ、ここ拾って次につなげたい、チェゼーラ、ラドバヌビッチ、チャレンジはしません、後ろに流す、左サイド上がってきます。クロスが上がる、クリスに危ないところでしたがなんとか切り抜けます。もう一度中、オフサイドです。両チームともまだファーストハーフ、ここまでは0対0。ドルーズボール、プレスからボールがこぼれる、ボールのこのパス、もういいですね、中央へ、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり守備していかなければいけませんよね。ジェノはチャンスを迎えたシーンがありました。キャッスルダインから左サイド、裏を狙う、来たか、チャンス、来たか、シュート、これよく止めましたね。いやあの位置からのシュートですからね、ナイスセーブですね。ここで笛、前半が終わりました。前半0対0。さあ北澤さん、前半ゴールネットを揺らすシーンは見られませんでしたね。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、このところで好ゲームを演出してましたよね。ジェノア対チェゼーナ、両チームスコアレスで折り返します。セカンドハーフ見ていきましょう。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後この立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね、ベルンツラディしっかりと抑えました。ラドバノビッチ、さあ右へ預けて、ジェノアベンチに動きがあります。阿部、裏を狙っていきます。いいボールでしょ。この位置で受ける、この位置でボールを受けます。中央へ、来た、いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。好セーブを見せました。今日これが初めてのコーナーキックです。チャンスを演出できるか、裏へ届くか、アルカス、クリスティアン・ロメロ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ラドバノビッチ、キーパー前へ蹴り出します。ボールを下げてリズムを作るか、サンドロ、
そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。サイドを変えた形、このパスがつながります。どうだ、いや今のはもったいないミス。ジェノア、ここでベンチに動きがあります。いいプレッシャー、パンデフ、ジャスルダイン、これはファールです。先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。カウンターを仕掛けていきます。スペースを狙う、いいボールですね。お、これいいでしょ。チェセン、アワヤというシーンでしたがここはしのぎます。スルーパスを狙う、もう一度、そのままキーパーが抑えました。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。ジェノアはこれで交代枠を全て使い切りました。のか上げる、ヨヌツラディ、ここは抑えました。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。ロングボールを縦に送る、今日は見応えがある分時間が経つのが早く感じますね。左サイド上がっていく、クロスを上げる、ヘディング、ジャビス、素晴らしいポジショニングでした。最後崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のチェゼーナ、決定的なチャンスを収めることができませんでした。サイドを使います、プレッシャー、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。いや、拾いたい、おっと、どうだ、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。このスルーパスは通りません。なかなかつながらないですよね。ハンデフ、スルーパス、ルルーツ、試合終了、0対0。チェゼーナ、ファーストレグ、アウェイでの一戦は引き分けになりました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。選手たちにとってこの結果はいろいろと思うところもあるんでしょうけども、
見ている側にとっては目の離せないシーンがいくつかありましたからね。内容自体は良かったでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。両者無得点のまま試合を終えました。